こんにちは、ひまわりばらこです。今回は名古屋旅行で出会った美味しい名古屋飯を紹介します。食べるもの全てが美味しすぎて衝撃の連続でした。では始まります。まずは名古屋といったら手羽先なのでフライボーに行ってきました。山ちゃんも有名なんですけど、山ちゃんは関東で行ったことがあるので、フライボー訪ねてみました。名古屋で有名な、メニューがいっぱいあって、手羽先頼んだんですけどめちゃくちゃ美味しかったです。もうカリッとしてて、いい揚げ具合なんですよね。でタレがもうたまらなかったです。他のお店でも手羽先専門店とかじゃないんですけど食べたけど全然違いました。ここすごい美味しいです。甘じょっぱいというか、手羽先に関してはもう一皿頼んで二人で二皿、一人一皿食べました。で手羽先の餃子も全然一見餃子に見えないけど中がちゃんと餃子になってて肉と合ってめちゃくちゃ美味しかったです。お次は熱田神宮の中にある三宅市麺です。今工事中で仮店舗になってるんですけど、味は変わらないと思います。私きしめんそんなに好きじゃなくて、別に食べたいともそんなに思ってなかったんですけど、ここのきしめん美味しすぎて今思い出してももういつでも食べたい気分になります。もう出汁がすごくて、スープがめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうスープ飲み干したくなるぐらい。あときしめんがつるっとしてて喉越しいんですよね。ちょうどいい硬さなんですよ。柔らかくもなく硬くもなくっていう、ここ本当美味しいんですけど、なんでこんな美味しかったんだろう。で揚げ物系もサクッとしてて美味しかったですね。いや、だしと麺が最高に。熱田神宮だけじゃなく名古屋駅や、他のところにもいくつか店舗あるみたいなので、熱田神宮に行く、機会がなくてもぜひ名古屋に行くときは食べてみてください。このきしめん、おみくじ付きだったんでおみくじを開いてみたんですが、ダメでした。何も外れでした。そしてビリビリに破りすぎてしまいました。でお次は知立というところにあるうなぎどころ高常屋というところです。ここで食べたのはひつまぶしです。ここのひつまぶしめちゃくちゃ美味しかったです。きしめん同様、ひつまぶしも私別にそんなに好きでもなくて、うなぎとかもでそんな好き好んで食べるわけじゃなかったんですけど、知人がここのうなぎは本当に一番美味しいからぜひ食べてほしいということで食べに行ってきました。びっくりしたんですけど、ここのうなぎ外がカリッとしてて中がふわっとしてるんですよね。もう食感が最高に、あともう一つ最高にいいのがタレでした。もうご飯とよく合う。結構量が多いのにどんどん進んでっちゃうんですよね。タレが甘すぎないし辛すぎないんですよね。でもちょうどいい濃さでご飯とうなぎとよく合うんです。これはすごいと思いました。東京でも何度もひつまぶし食べたんですけど、もう比にならないぐらい美味しかったです。お次に紹介するのがエビドテ食堂という名古屋でもいくつか店舗があるエビフリアのお店ですね。何度もこんなこと言って申し訳ないのですが、私エビフライもそんなに好き好んで食べたことがなかったんですね。ただここのエビフリアを食べてもうエビフライの概念が変わりました。こんな感じでタルタルソースも自分で潰すんですよ、卵。もうここからして美味しそうじゃないですか。すごいですよね。美味しかったです、このタルタルソースも。でこれ開きエビフライと大型エビフライが乗って出る定食を頼んだんですが、もう開きも大型もサクサクすぎる。こんな美味しいエビフライ食べたことなかったですね。で中のエビが身がぎっしり詰まってるんで、スカスカのエビフライとは違います。大きいでしょ、ものすごい詰まってます。肉厚でエビの美味しさがわかります。お次は大須商店街で人気のリーさんの台湾名物屋台っていうところなんですけど、ここの唐揚げがめちゃくちゃ美味しかったんですね。ワンハンドフードというかその場で食べるような形なんですけど、
カリッとしてて中がジューシーだったんですよ。こんなジューシーな鶏あるんだと思って、これも思い出して食べたくなります。ぜひ行ってみてください。お次は同じく大須商店街にあるチェザリというイタリアンのお店です。イタリアンって名古屋飯とは違うと思うんですけど、あまりに美味しかったり素敵だったので紹介させてください。こちら世界チャンピオンのお店で有名なんですが、まず私が驚いたのが内装ですね。イタリア好きで何度か行っているんですけれども、南イタリアって陶器が有名なんですが、この陶器がふんだんに使われててめちゃくちゃ可愛いんですよ。こんなにイタリアの陶器がふんだんに使われたお店は見たことがないです。このお冷やを入れる鶏もすごい可愛いです。可愛さが伝わりきらないので、ぜひ店内に行ってみてください。お酒はイタリアらしくリモンチェッロを頼みました。なんかすごい南イタリアを思い出してとっても気分が良くなりました。でこちら頼んだのが生ハムとモッツァレラチーズですね。この生ハムも程よく癖があって美味しかったです。モッツァレラチーズもミルキーな感じで一緒に食べるとたまらないですね。もう生ハムの塩味とモッツァレラチーズのミルキーさが合わさって、また見た目が綺麗じゃないですか。ほんと綺麗に盛られてますよね。食欲をそそります。やっぱ食べ物は見た目が綺麗じゃないと。でシンプルなサラダも頼んだんですけど、このサラダがまたなんかシンプルなのに美味しいんですよ。多分普通にルッコラがいいものなんじゃないかな。すごく緑の味がしっかりしてて、オリーブオイルと一緒に食べるとたまらなかったですね。それもイタリアっぽかったです。で卓上にオリーブオイルが、乗っているので好きなだけ使えるんですよ。やっぱりイタリアンはオリーブオイル卓上に置いててほしいですよね。でお通しのパンも美味しくて、すごいこの時そんなお腹減ってなかったのに、もうバクバクオリーブオイルをつけて食べてしまいました。でこちら世界一のピザですね。マルゲリータを頼んだんですけど、トマトがフレッシュなんですよ。みずみずしくて、でチーズも結構乗ってるし、あと焼き加減も均一ですね。ピザの生地の部分がもちもちで、もう耳まで美味しい。本当にバジルもいいアクセントになってるし、これは本当に美味しかったです。正直東京でもなく世界チャンピオンとか取った人のとことか行ったんですけど、もう全然店構えも全然違うし、なんか味もやっぱ焼き方の均一さとかも全然違って、正直もう食に関しては東京は名古屋に負けたなって思ってしまいました。東京の人すいません。私も東京の人なのでちょっと、東京も美味しいですけど、でも名古屋はもうこのピザからして感動の連続でしたね。で最後に、お口直しでレモンのシャーベットをいただいたんですが、それもすごい美味しかったんです。さっぱりして、で店員さんがすごく優しくて気さくで、そういうとこも素敵だなって思いました。あと名古屋といえばモーニングですよね。名古屋のモーニング本当に素晴らしかったんです。あとですね、名古屋のカフェとスイーツも本当に美味しいし、どこも綺麗でクオリティが高かったです。どちらも別動画で紹介してますので、興味があったらぜひ見てください。概要欄にリンク貼ってます。それではご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。